やいや、行くとしよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。女型は食われた。だが君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後にある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいた奴は今我々と同じ制服を着て、我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えると、できそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず、作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長？いや、違う。誰だ？ことがそんなに信じられないの？私は我が藩の勝利を信じてます。ご分を。いつも踏み返らずに。リヴァイ藩のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。何も分からなかった。
兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は。すまん、団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。よっと。こんなもんか。よっと。またここで補給するんだ。次だ。しっかり頼むぜ。任せておけ。相手になるよ。信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。今殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。あの女型が一方的に。とどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを殺す。
じたいと思ったから。みんな、俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いいか、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択でみんな死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。ここで補給するんだ。片付けよう。よろしくな。分かった。エレンはどこだ？巨人を呼
囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。よろしくだ。終わりだな。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。次から次へと湧いてきやがる。問題ありませんか。裏口を叩いてる暇はねえ。行くぞ。始末してやる。兵長、待たせます。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。しっかり頼むぜ。任せておく。次だ。よし、この拠点で補給していくといい。片付けよう。面白いあるよ。救出に目的を絞るぞ。しっかり頼むぜ。了解。よろしくな。巨人どもめ、邪魔すんな。よし、こいつで足止めしてやる。巨人どもが邪魔だな。しっかり頼むぜ。任せよ。すごい活躍ね。この罠なら少しは奴の足を止められるはずだ。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。そうか、お前はあの時のエレンの馴染みだ。俺が奴を削る。お前は注意を引け。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。よろしくな。やつも疲弊してきたようだな。もう少し。
エレン、待っていて。今助けるから。してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。エルヴィン、連れてきたよ。ありがとう、ハンジ。君たちはもう下がってくれていい。ああ。じゃあ、また後でね。さて、突然呼び出してすまなかった。一度ゆっくり話がしたいと思っていてね。君の働きぶりはハンジやリヴァイから聞いている。
調査兵団の居心地はどうだい？そう言ってもらえると私としては助かる。理解してくれていると思うが、調査兵団は人類が持つ唯一の矛だ。巨人の領域に挑み、人類の活動領域を奪還する。それができるのは調査兵団しかない。我々はその困難な目的のために多くの命を犠牲にしてきた。そのリスクはもちろん君も例外ではない。それでも君は調査兵団に身を置き続けられるのか。そうか、聞いていた通り肝が据わっているようだな。我々は常に一人でも多くの優秀な兵士を求めている。これからの君の成長に期待しているよ。